こんにちは、シュです。今回はですね、ヘラドラゴンをキャプチャーしに行きたいなと思います。で、パーティーはね、前回とほとんど一緒で、オーディン爪ですね。で、キャプチャーしたいんで、前回ホルスのとこをゼウスにして、ギガグラ要員ですね。ということでやってこう。スキルはね、ちょっとだけ貯めた。いや、余裕だよ。ほんと負ける方が難しいよね、このパーティー。負けれないもんね、逆にね。オッケー。わあ、いいねー。で、キャプチャーゾーンまでやろう。多分倒しちゃうってことはないと思うんだけど、どうだろう。一応、安全には行きたいけど。待って、パズルがすごい下手。オッケー。あー、2コンボ損失か。まあ。全然減んないもんね、9コンボじゃ。しっかり10コンボしよう。多分この動画はね、水曜日に上がってると思うんだけど、今ね、動画撮影時だと新降臨の情報とかないんだけど、なんか来るのかな、今日っていうか、その、水曜日。基本的に降臨って水曜日に来るじゃないですか。なんで新降臨来てほしいんだけどなぁ。どうでしょうね。いや、いいね。ここ、初見でやったとき、もう負けて、クロストロップがなくなっちゃってるんですよね。なんだけど、このクロストロップがあるありがたさね。やっぱ全然違うよね。クロストロップあってなくて、アヌビスでやるのだと。本当に違う。よし。お、いい削りだね。やっぱ木が多めだとね、いい感じに。あ、今回めっちゃ削れんじゃないかな、これ。10コンボすれば。ヘラドラはね、特にギミックないところがやりやすいよね。なんかバインドとかさ。オッケー。バインド来ちゃうとね、まあ、オーディン一応バインド、覚醒で詰めるんだけど、バインドと指枠が同じ、あれなんですよね。同じなんですよ。なんでバインドにしちゃうとね、まあ指がなくなっちゃって安定的にパズル組めなくなるんで、まあ。来てくれない方がありがたいよね。よし、水も落として、OK ですね。で、結構前、ちょっと前にね、ノアドラ降臨もやったんだけど、このパーティーでいけんのかな？ちょっとやって、お、いいね。あと1回ぐらいでいけんじゃないかな。で、木も1コンボ分だね。でも闇がちょっと多いけど、倒せないか。よいしょ。うわ、すげえずれてる。よいしょ。うまい。これで、多分、キャプチャーゾーンまでいけると思う。リーダースキルって何なんだろう。よし。この敵がね、硬いのが逆に生きてるね。で、ここで、これでもう 100% までいけんじゃないかな。まずゼウス使って。うわ、めっちゃいく。めっちゃいくね。裏抜け。あー、でもオーディンは全然いかないな。裏抜け。なんか1ゲージ分ぐらいしかいかないですね。まあ、ただこんだけいってれば普通にいけんじゃないかな。オッケー。そう、ノアドラこれも通じないんですよ。あの子何万吸収があるから、全然このギガグラ使ってもいかないんで、ノアドラがほんと難しい。で、あとは本気でパズルしよう。あなんで今キー変えたんだ。何も考えずやっちゃった。まあ、ドンマイでしょう。今のは普通にミスです。うん。多分、いけるでしょう。木の落ち込んくればなお良い。うおー、いいね。お、
これはいったでしょう。オッケー。で、リーダースキル見て終わろう。あ、今度ご当地ドラゴンシリーズ初ゲットだな。キャプチャーできたの。じゃあ見ましょう。読みドラと似た感じになるのかな。強化ドロップ、あーでもこのゲーム強化ドロップを意識したことが一回もないな。どこだ。あ、いた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 久しぶりにこの人のとこ来たな。スキルでヘラードラゴンのソウルアーマー強化ドロップ、あー一緒だ。強化ドロップを含め5攻撃した属性の攻撃力が9倍。あ、めっちゃ強いんじゃない。HP 倍率もあって攻撃力も27倍。しかも泥強もあるし、パーティーに泥強結構詰めれば普通に強いんじゃないかな。しかもスキルも優秀だよね。 30% ギガグラからの闇ドロップ回復ドロップ4個生成。サブだとやっぱ白がいいのかな。白詰めエンハンスでヘラ入れてみたいな、そんな感じでいいんじゃないかな。結構実用性があると思う。じゃあ最後にこの見た目だけ見て終わろう。なんか音楽いつもと違くなかった。いつもこんな音楽だっけ。なんか違うように感じた。わあ、なんか羽あるのいいね。よし。お、なんか上に天使の輪っかみたいについてんね。孫悟空みたいな。はい、ということで、じゃあね、今回はこれで終わりたいなと思います。バイバイ。